カープは昨日クリ投手が新型コロナに感染したと発表しました。球団内の感染者は12人目となります。クリ投手に症状はないということです。カープは先週木曜日以降ほぼ全員を対象に毎日 PCR 検査を続けていて、これまでに12人の陽性が判明しています。内訳は投手1人、捕手1人、野手7人と。 コーチとスタッフの3人ですまた投手2人が保健所から濃厚接触と判定されています午後には n p b 日本野球機構の臨時代表者会議が予定されていて明日からの試合日程について協議される見通しです